1967年のセロニアスモンクジャズピアノとは、ピアニストがジャズを演奏するときに用いる技法の総称である。講義では、この後は、あらゆる鍵盤楽器でのこれらの技法も指すことがある。ピアノは、ジャズの黎明期から、ソロとグループの両方で、その表現の不可欠な部分であった。旋律と火星の両方の側面を持つというピアノの性質などのため、その役割は、 多面的なものである。この理由から、ジャズ理論を理解し、またジャズの演奏家や作曲家がアレンジを行う上でも、重要な手段となっている。ギター、ビブラフォン、鍵盤楽器などと並んで、ピアノは、単音だけを演奏するのでなく、和音も演奏することができる、ジャズで用いられる楽器の中では、数少ないものの一つである。ジャズの火星のボイシングは、 ジャズピアノ学習の基礎の一つである。ジャズピアノの演奏では、メジャー、マイナー、オーギュメント、ディミニッシュ、セブンス、ディミニッシュとセブンス、シックス,ス、マイナーセブンス、メジャーセブンス、サスティンフォーといったクラシック音楽のものと同じ、火星をすべて用いる。他に、重要なのは、スイングのリズムに乗って演奏する技術である。その次のステップは、即興。 演奏中にその場で何かを作り出すことである。これには非常にレベルの高い技巧が要求され、ピアノを知り尽くす必要がある。楽器としてのピアノは独奏者にありとあらゆる選択肢を提供する。低音部を用いてリフをプギュウギにあるように演奏したり、アップライトベースのウォークを真似てメロディのカウンターラインを演奏したりできる。ストライドピアノとして知られるスタイルでは、 左手の位置を素早く入れ替えて低音部の音符と中音部の和音を演奏する。これはよりシンコペーとしたバリエーションでも行われる。右手はメロディラインを演奏することが多いが、また和音もしくはオクターブの加声要素を演奏することもでき、ロックハンドボイシングと呼ばれるテクニックを用いて左手と密着してそうされることもあり、これはジョージシアリングがよく用いた。 ワルシャワのジャズクラブにて、ジャズピアノで最も大事なこととしては、テンポを正確に取ることや、メロディの型をそれが第二の転生となるほどまでに習熟することが必要である。しかしジャズピアノのソロ演奏を十分にこなすには、他にも必要とされる基本的な技術が三つ存在し、それらも十分に習熟していなければならない。これらの三つの技術は、一人で演奏していても、二人か、 それ以上のプレイヤーが一緒に演奏しているように聞こえるという非常に優れたソロピアニストに向けられる賞賛にもつながる。ただしこれは全般的な印象であって他の形をとることもあり、例えばデーブ・マッケンラの演奏では3つの手によるスイングとして知られている。一明確なスイングするリズムを作り出す技術。これは左手の弱いビートの直後に 右手でビートを打つことで試みられる。ライドシンバルや、ウォーキングベース、あるいはその両方に似せるのがその狙いである。多くのジャズプレイヤーはこれを常に、両手で行うが、ベースラインの音符のいくつかを打つ直前に、ベース奏者の弱い音符を真似することによって、左手だけで行うことも可能である。すなわち、低音部では、ラインの主音をほぼすべて親指で奏し、他の指で短い。 鍵のある音符を演奏するのである。よって、スイングのベースラインは、単に一連の四分音符であると考えることができるが、中間音が入ることで、不転や三連符のリズムとなる。しかしながら、それが実際に、このような形で寄付されることは、ほとんどない。それはおそらくベースラインでは、中間音は、安定したものではなく、ゴーストとなっているからである。 ソロピアノによるライドシンバルの模倣が若干曖昧になるのはこのためである。リズム全体を描き出すためには実際のベース奏者が鳴らすよりも多くの中間音を鳴らす必要がある。このためライドシンバルとベースをそれぞれ表しているものの間にある境界がぼやけ、これがジャズピアノ独奏に特有の滝のようなスイングを生み出すのである。ベースラインを上述のように演奏してみると 左手はこの役割に理想的な形をしているのだとわかる。テンポが速くなるとベースラインの弱い音符は演奏されなくなる場合があるがドラマーのライドシンバルはやむことなく演奏される。2ハーモニーやコード変化のガイドトーンを提示する技術。3右手でメロディかメロディ的なソロ素材を演奏する技術。これらの技術的要求をすべて同時に満たすことは困難だが可能であり。 完全には満たされていない場所には短いインターバルを置くこともできる。例えばハーモニーをつけたメロディやソロラインで右手でガイドトーンを演奏するときには2と3は1つにまとめられる。この3分裂問題を解決するのによく用いられる方法は両手をフォークのような形にし人差し指を親指と一緒にして中央のグループを作り 薬指と中指を外向きに広げて両側に枝を出すというものである。この形を作って鍵盤に乗せ、左の枝で低音部を中央でガイドトーンを右の枝でアッパーラインを演奏する。この方法が実行できそうにない場合には、より単純にベースラインを念入りに作り上げ、ガイドトーンとメロディの仕事はすべて右手だけで行うことも可能である。バリー・ハリスは、 左手のみで和音を演奏することは単純化のしすぎで、あるとし、右手でハーモニーを提示することを好む胸の発言をしているので、こちらの方法を好んでいるのかもしれない。通常、ソロで演奏するときには、和音か、ウォーキングベースを左手で演奏し、右手でインプロビゼーションをすることになるであろう。1918年の宣伝ハガキアンサンブルでの、 伴奏という文脈でのピアノの役割は、左手の音形の反復によるテンポの維持というものから、コードとメロディの両方の、長短様々な断片を用いてのソリストとの自由な、相互作用を許す柔軟なものへと徐々に変化してきている。こうした形の伴奏は、コンピングとして知られている。ピアノはジャズにおいて、常に主導的な役割を担ってきた。最初期から、黒人のジャズミュージシャンは、 ラグタイムをピアノで演奏していた。ジャズというジャンルが発展すると、ピアノはジャズバンドにリズムセクションとして知られる形で取り入れられるようになった。リズムセクションには、ピアノ、ギター、ベース、ドラムスや、その他の楽器がしばしば含まれる。コットンクラブでのハーレムルネサンスを通じて有名になったデューク・エディントンのような人気のジャズピアニストたちがコンピングの元となった。 コンピングとは、ピアニストが主に和音からなる伴奏を演奏することで、他の演奏者がソロを取れるようにすることである。ジャズピアノは、主導的なメロディの演奏から、曲の基礎部分を提供するものへと変化した。しかしながら、ジャズピアニストにもまたソロを取る機会も与えられた。1940年代から1950年代に、かけて、多数の偉大なピアノ奏者が現れた。 セロニアス・モンクやバド・パウエルのようなピアニストたちはビバップの創造に貢献した。ウィントン・ケリー、レッド・ガーランド、ハービー・ハンコックの3人はマイルス・デイビスと共演した結出したピアニストたちであった。トミー・フラナガンはジョン・コルトレーンのヒットアルバムジャイアント・ステップスでも演奏している。5度圏5度圏は5度の火星進行を通じて火星の多様性を供給するもので、ジャズピアノでは 非常に重要である。ジャズのメロディやメロディ的なパートの最後の4小節では、コード進行は主音へと続く最後の4つの炎上のステップに対応する3、6、2、V、I となる。うまく配置された火星進行はどんな聞き手の耳にも正しく聞こえるが、熟練したピアノ奏者はこれをコー上のステップとして認識する。ジャズではしばしば、 小説ごとに一回コードが変化する。最も単純な例では、同じ手話音の二つの小説は、IV、I として演奏される。この行ったり来たりの例はメロディにおいて、休止や方向転換が明らかな時に、しばしば適用される。五度圏のさらなる仕様は、走り幅跳びの選手が、踏切までの歩数を数えるようにして、複数ステップ先を数え、ないしはゴールとなる。 手話音から逆算するということになる。訓練を積めばこれは第二の転生となる。すべてのピアニストが曲を移調する才能に恵まれているというわけではないが、五度圏にはこの曲を移調する能力を高めるというもう一つの利点がある。コードの計画や移行では音階上で4度にボイシングされ、IVIV という火星パターンがしばしば繰り返される。枯葉や サマータイムのような複雑なメロディラインや反復パターンを持たない曲に火星をつけるのにも五度圏が利用できる。これはメロディ全体に対して円に従って新しい和音を割り振るということではない。それが適切な移行となる場所で、もしくは複数常節にわたって五度圏の断片である IV の進行を定期的に挿入するということである。多くのスタンダードナンバーでは、 このテクニックはより継続的に適用可能で優れた火星付けを行うことができる。星影のステラのような曲では5度圏は大半の意向で間違いなく有用である。全米英語、ありがとうございます。